はい、失礼します。ちょっとお掃除入りますね。あ、はい、どうぞごゆっくり。何、おじいちゃんまたその話？もう何回も言ってるじゃん、私何にも偉くないよって。後継ぎって言うたら聞こえはいいけど、結局就職もせんと実家に甘えとるだけよ。こうやってお手伝いやってればご飯は出てくるし、お小遣いももらえるし、お風呂は入り放題だし、もういいこと尽くしよ。いや、風呂屋の娘に生まれて本当によかったって感じ。ってことで、はい、この話終わり。いつまでも話しよったら仕事が進まんけんね。あー、ごめんなさい、道塞いじゃって。どうぞごゆっくりくつろいでくださいねって。あー、なんで君ここにいるの？一瞬誰かと思った。3年か4年ぶりぐらいじゃない？東京の方の大学行ってたんやなかったん？あ、そうなんや、就活ね。ってことは就職はこっちに帰ってくるん？決まったらって。そんなん受かるに決まっとるやん。ここらへんそんないい大学行った人なんてほとんどおらんのやもん。絶対落ちんよ多分。で、それ今日やったん？明日？ああ、じゃあ頑張ってね。絶対受かるように応援してるから。そうと決まったら早お風呂入りな。疲れとって明日に備えんとね。ついでに背中でも流してあげよっか。嘘嘘、うちそんなサービスしてません。そういうことしてもらいたかったら自分でお嫁さんもらって家の風呂でしてもらいな。東京やし、どうせ彼女の一人や二人とかおるんやろ。って二人はまずいか。でもすごいかっこよくなってるし、ありえるかも。その辺どうなの？いない？一人も？ああ、あのさ、一つアドバイスしとくとな、東京おるうちにお嫁さん見つけといた方がいいと思う。こっちの方帰ってきたってなんも出会いないよ。だっておじいちゃんおばあちゃんばっかりで、同世代の人私くらいしかおらんし。え？私？は、まあ当然相手いないけど。それがどうかしたん？は？え？今なんて言って？お前がいいって。その、それってお嫁さんってことやね。私が君のお嫁さん。はい、よろしくお願いします。就職受かったらね。東京で就職とかになったら私ついていかないから。だからその明日。ああもういい加減早くお風呂入り。風邪ひいても知らんけんね。あと裸で告白してくるやつがあるか、バーカ。